はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さん石津ギミックは楽しんでいらっしゃいますか？石津ギミックバカうざいでしょ。いや今こそね、活躍できるデッキ僕あると思うんですよ。本日はですね、墓守デッキをですね、この環境だからこそ活躍できるんじゃないかと思って、持ってきました。あの石津ギミックっていうのは、まあ、どういうギミックかっていうとですね、まああの墓地をね、あの肥やしてくる、モンスターと、まあ、墓地のカードを顔面出してくるモンスターがいまして、まあ、このモンスターたちで、まあ、墓地を利用するような、まあ、テーマ、もう殺しながら自分たちは墓地を利用してくるっていう、まあ、そういう感じのギミックになってるんですよね。で結局墓地のカードを移動する効果なわけですよ、全員基本的には。ってことはですよ、ってことはですよ、これ刺さるでしょこれ刺さるでしょ、さすがに。いやネクロバレー貼ったら多分ね、黙ると思うんですよね、基本的には。まあ例えばライトロードギミックとかさ、あと墓地蘇生ギミックみたいなの使ってくるじゃないですか、基本的にはね。墓地から除外するとかカードを、これを止めれる。いやこれがね、一番俺はね、今ね、今のこの環境だからこそ活躍できると思ってる。で今回は墓守デッキを、作ってきました。このネクロバレーをね、あのサーチできるカード、テラフォーミング、そして、ネクロバレーをサーチできる司令官、そして司令官をサーチできる、玉座によって、一応1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚体制となっております。はい、ちなみに、あの過剰なほどまでにサーチするのであれば、愚かな服装からのスキルの架け橋みたいなあのコンボもでも一応いけますね。はい、で、今回はですね、一応、先行理想版名はネクロバレーを発動して、異能者融合召喚して、異能者はね、あのネクロバレーと自分を破壊されなくするっていうのがガチでやばいここあるんで、まあ、これを、出して、ほんで、この祭殿っていうね、あの墓守以外特殊召喚できるみたいなやばい効果あるんですよ。これ虚無空間ですよ、実質。はい、このバニティスペースを張るという、まあ、これですね、やっていきたいのは。で一応相手に先行取られた時にきついじゃないですか、言うて石津ギミックに。ってことで入れたのは、まあまあ、まずムドラとね、あのケルドーは、まあ、一般的に入ると思うんですけども、あ、石津のメタとしてね、石津メタには石津っていう、と、これですよね、猫マネキング、相手団中にこのカードが相手の効果によって墓地を借りたターン、時、相手団を終了する、これよ、これが落ちたらもう相手団終了するから。今回は、この3種類のカードを使って、石津の、ケルベク、アギドのギミックをメタリながらネクロバレーを張って黙らしていく、そういう感じでいきたいと思います。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。活躍できるのは今しかねえぞ、墓守くん。石津が流行ってる今、石津が流行ってる今、石津をメタるのは石津しかねえ。なんか墓を荒らしてるらしいけどな今、石津ギミックは。石津は墓を荒らすテーマじゃねえ、墓を守るテーマだ。正直ケルドーとムドラあまりにも魔改造されすぎてる気がするんで、今すぐに、ね、本当禁止化してほしいなと思ってるんですけども、まあ、墓を守るってこういうことやから墓を守るってこういうことだから、まあ終了するぜさあかかってこいよ、まあ、石津かどうか知らんけど。いやこれちなみに、今墓守モンスター以外特殊召喚できないで、ネクロバレーあるんで、墓地のモンスター、墓地のモンスターっていうか、まあ、墓地に及ぶ効果ですねを発動することができます。まあ、墓地からカードを移動するっていうことができません、基本的には。これは完全に石津をメタルでおります。はい、相手なんか知りませんか、なんかセットしました。まあ言うて特殊召喚できないんで、ね、あ、ちなみに墓守モンスター以外の特殊召喚ができないだけだって、墓守モンスターは特殊召喚ができます。なんか墓守は墓を荒らしていいっていうルールなのであ、増字ね、あ、まあまあまあ、まあ、増字ぐらいは許してあげよう、増字ぐらいは許してあげよう。さすがにこの時なんだろうな、ちょっと全くセットで分かんないですけど、まあもうしょうがないんですよねこれ。要するに墓守以外特殊ができないから、もうモンスターも出せないんですよ、あの時一生、まあ、こいつらをどうにかしない限りはね。で、一応、墓守と異能者発動して、で、日本全土を測量していきましょう、バトルフェーズ。ゴー！何これ？シャドールだ！これは？やばい、マコトラップ破壊するんだよ、見て。あ、それはいい、別に。あ、いい、全然いい、全然いい。モンスター破壊、全然いいよ。異能者は破壊できないから。異能者はネクロバレーが存在する場合、破壊はできません。
そして祭典があるので墓守以外モンスター特殊召喚できないため、シャドウフュージョン的なやつは打てません。シャドウフュージョンも打てなければシャドウルークも打てねえ。無敵。もうちょっとこの祭典が割られなければ大丈夫です。なんかリバースして魔法トラ破壊するみたいなやついるんで、シャドウルはあれが、まあ、ネクロバレーは破壊できないんですけど、技能者いるんで、祭典が守られればもうほんと全く大丈夫。まあリバース号がちょっとうざいけどね、普通にリバース号がうざいけど、なんか墓地のカード除外するみたいなやつはもう使えないし、なんでかっていうとネクロバレーがあるから、王家の眠る谷、まあ王が眠るからね、うん、まあ墓を荒らすものは許さんということですね。いやなんか反応強いな俺で、墓守の侵食召喚、さあ2異能者来ると、異能者さあ増殖する G はいいでしょう、増殖する G はいいでしょう。まあ侵食蘇生からの、あと一生増殖する G 打ってっけど、なんか引いたところで回答あんのかな、あの人ちょ分かんねえけど、ちなみに結構羽棒効かないからね、結構羽棒効かない。まあ祭典は一応破壊されちゃうけど、大体ね、なんかね侵食のなんかアドバンテージの獲得能力やばいんで、ネクロバレー貼ってやるのに、なんかこれは、ね、王家の眠る谷にネクロバレーの効果を受けられる。ケルベク来た、あケルベク危な、ケルベククソ危ねえわ。異能者バウンスタレンですよケルベク。めっちゃ強いケルベクだけは、まあ、今どっちにしても墓守しか参加意味ないんだけど、まあ、一応ねデッキか墓地から、あじゃあデッキかテルだからカードが墓地を送られた場合に、ケルベクでバウンスできるんで、異能者バウンスされることあるんですよね。それだけマジでやばいっす。はい、まあ言うて祭典があるんだなと思いますよ今回の場合はね。まあコンボパートはね基本的に3枚で、異能者がた、まあ3枚か4枚か、異能者は立てれるハンド、祭典、ネクロバレー、オーケーの方の、はい、これが揃えばまあ大体なと思います。でなんか相手なんかめちゃくちゃ強そうな顔してセットしてきましたけど、そんなのブラフでしょ、そんなカードはブラフって分かってるんですよ。一回ちょっと異能者を活動する、相手ガチで置物出してくることくらいしかやることなくて草なんだけど。よく諦めねえな。あいつよく諦めねえな。一回ネクロバレーの行物で発動して、トリプル異能者できたけどな、これな。トリプル異能者1できたけど、まあいいか。これで全員でぶん殴ったら勝ちやろ。はい。うぃー。うい無敵バトル。これは刺さってると言っていいね。さすがに刺さってると言っていいでしょ、これ。何もできてないわ。何も発動できないんだろうな、マジで。おい。これがね、墓を守るという意味ですよ。ケルド、ムドラ、アギド、そんなカードは知らん。女ババア来すぎなんだよな、ババアソラエクシきっと、これはさすがに石津でしょ。ケルベクいいぞ、ネコバラキング落ちろ、ネコバラキング落ちろ。このカードをメタリたくてネコバラキング入れてる俺、あれ落ちてないくっそ。あでもあムドラいいのか、強いな。相手の石津をメタルためだけにムドラとね、ケルドは入ってるんでね、はい、まあ石津には石津当てないと、マジで石津には石津でしかメタれないみたいなとこあるんですよね、フリーチェーンでは。さすがにまあこっちだけ来たらね、なんとかなりますけど、無理なんで基本的には。スカルマイスターとかもワンチャンあるけど、ちょい全然落ちないんだけど、ちょ待ってマジでやばい。ちょネコマネキング何してんの。お前3枚積んでんだよ、こういう時のためにネコマネキング3積みしてんだよ、ふざけんのは。バカ誰かよ。まあ、一応相手のカードメタれるから、まあ、そこでね、なんとかするしかないですね。まあ、一回ね、ケルドームドラーはね、発動したらいいね。なんか、その特殊召喚するみたいなモンスターも、とりあえず戻すわ。まあ、トリッククラウンとアーチャーは、まあ、ちょっと配置ないんで、墓地壊したらめんどくさいですけど、いや、マジで、石津メタって言ってたから、石津デッキで負けるわけいかないからね。いや、本当に。でトリッククラウンと、まあ勝手にこっちのデッキ墓地壊してくれるから、まあ一応ケルドーとムドラが落ちる確率はそこそこあるから、
で白雪か。なるほどな。まあ、一応白雪が出てくるのめんどくさいので、バウンスはしていきます。白雪くんと、まあ、ライトロード戻したらいいんじゃないかな。これライトロード戻したら多分、まあ、ルミナスとか蘇生できなくなって結構めんどくさいと思うから、まあ、トワイライトロード出てきたらめんどくさいんだけど、あのトライワイトロードでもあれか、トライワイトロードなんだ、トライワイトロード、トワイライトロードか名前むずいんだよあれ。もう結局墓地か手札にライトロードいるから、強っ、あ強っ、キモっ、あ激キモいわ、激キモい、それちょ待って、激キモいそれは。あでもライトロードいないよっしゃおっとどうした、プレミしたようだな、危ねえ、猫マネキング落ちてないけどなんかなんとなってる、どうした止まってるぞ、おい墓地でライトロードがない、ルミナスの効果を起動することできない、危ねえ、よかった、普通に危ねえ、あのうわめっちゃ出てくる、おいマジでやばい、このデッキ、ちょこのデッキさ、ムドラとケルドを両方とも発動したのにまだ動いてくるの嘘でしょ、嘘やんこれ、キモすぎなんだけどじゃあ危ねえ、いやこれ相手プレミしてなかったら負けてたまである、あいやあ それは嬉しい、それはありがてえ、ありがてえ、ネクロバレー張っちゃうと、マジカライズフィーチャー打てなくなっちゃうんで先に打った方がいいかな、これはさすがに。一応相手のモドラケルドで戻されても、まあ2枚いるので、あ2枚っていうか、あの2枚は確保できるんで大丈夫だと思います。さあ墓守モンスターの魂を墓地から除外し現れろ、これが墓守の王、墓守の異能者融合召喚、そして墓守の異能者くんは、あ裏側にされるとめんどくさいんですけどね、これね、ちょっと一回、ネクロバレーしたいんですけど、なんかあります、白雪はさっきね、戻したんで、白雪がなければ大丈夫です。白雪ちなみにチェーンされるんでね、チェーンされた時のことを考えながら動かないといけないんですけど、まあ、墓穴があるし、まあ、大体なんとかなるんですけど、今のこのハンドであれば、ね。で、霊術師じゃなくて、これこっちにして、で、侵食召喚していけばいいんじゃないかな。はい。で、効果発動、霊術出す、でワンターン、ワンターン2異能者来る、ワンターン2異能者来たわうおいけ、墓守の異能者融合召喚、これで盤面全面処理できるな、よし、あのデッキはちなみに墓守がバカきついっていうのは有名だ墓守が鬼ほどきついというのはよく言われている話だ、はい、何これ、あサウザンドブレードか、これサウザンドブレードしたな、サウザンドブレードか、サウザンドブレードだ、これ墓地から蘇生できるんですよ、ダメージ受けると、まあできないんですけどね、ネグロバレーがあるんで、メイフェイス、まあ一応あんま意味ないけど、墓穴セットしてエンド、これなんでかっていうと墓地のカード除外できないんで、墓穴が完全に腐るんですよね、まあ一回祭殿持ってきてドヤ顔で発動を次のターンにして特殊召喚も封じてもう勝ちだ、さあ動けるもんなら動いてみろ、白雪召喚で裏側にしたところでアサシンライダーどうでもいい、何出てこれないはい出てこれない、はい出てこれない、はい特殊召喚もダメ、こうか分からせるか、うおトリプル、トリプル異能者トリプル異能者爆弾、こいつ戦闘破壊耐性つけれたらめっちゃ強いんだけどな、あいおあい対戦ありがとうございました、やはり石津に勝つには石津しかねえな、ケルドー君欲しかったですね、トイポット、いやこれさすがに石津じゃない、石津だわ石津やネクロフェイスはやばい、援軍オッケー、いやこれ大丈夫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 、俺のデッキにはなんと3枚ネコマネキングが入ってる、落ちる絶対に、行こうで、いいですよ、ベースワードもいい、
もう蹴るべき動きはないっす。さあ、猫マネキング、仕事だぞ。キング、頑張れキング。落ちねえ、落ちねえ。キング。やばい。猫マネキングが仕事してくんないとさすがにきつい。先行取られるときつい。あ、きつい。くっそー。ちょっと待って、やばい、普通にやばい、それは。普通にやばい、ちょっと待って、アギドの効果使って、アギドの効果、アサシンは、アギド、やばい、やばいって、それ分かって、おい、ふざけんなよ、無理だろ、これ。無理だって、ネコマネキング仕事してくんないと無理だって、結構ぼっちに落ちる確率高いんですけどね、カオスルーラー、めちゃくちゃポチこやすやん。ちょ、マジで、ネコマネキング。これもうさすがにこれ、アドバンテージ稼がれすぎた、ネコマネキング、アギド落ちた。来た。アギド来た。アギド落ちた。で、ムトラもある。いや、これネコマネキング落ちるぞ。じゃあ、さすがに。さすがに落ちる。こんだけ落としてくれたら、アギド効果使うよな。アギド効果使え？よし、オッケー。アギド効果使え。で、5枚持ち返して、おい、何してんだよ、おい、猫マネキングどこ行ったんだよ、おふざけんな、おふざけんな、おふざけんなよ、おい猫マネキング全部除外されたんだけど、このクソ猫がよ、お前何のために入ってんだよ。全除外されました。対戦ありがとうございました。なんだこのデッキふざけんな。